明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。今回は新商品のご紹介をしたいなと思います。はい、はい、で今回ご紹介する商品なんですが、こちらのホーローの保存容器を中心にご紹介したいと思います。はい、可愛いですね、ホーロー。はい、と以前からお客様からの問い合わせ結構あって、うん、あの、はい、ホーローのはないんですかみたいな。ああ、はい、減ってたかもなんですよね。はい、で、あの陶器、普通の陶器とかはあるんですけど、ホーローの商品っていうのがあんまりなくて、はい、はい、それでですね、今回バイヤーさんが揃えて入れてくれました。おい、で、ほんの一部になるんですけど、はい、ちょっと今日はですね、ホーローについて説明していこうかなと思います。え、できんの？できます。マジで？ホーローってじゃあ何なんだっていうところなんですけど、はい、ホーローって何か知ってますか？いや、なんだろうな、なんだろう、鉄の表面になんかガラスみたいな感じかい？そうです、はい、金属にガラスを焼き付けてるものがホーローっていうんですよね。へー。で、そのホーローと普通の陶器、はいはい、のタイプとか、なんかこういう保存容器でも、はい、タッパーのと、はい、こうなんかどう何が違うくて何ができるのかとか、そういうところをちょっと詳しく説明しようと思います。ね、ただの鉄でもいいじゃねえかと。ダメなんだね。教えてください。はい、まずですね、ホーローの、はい、いいところなんですけど、はい、匂いがつきにくいですよ。はい、普通のタッパーとかだったらどうしてもこう洗っても匂いがついちゃったりとかするので、はい、あのキムチとかピクルスとかぬか漬けとか入れれないんですよね。なんかもうそれ専用にしちゃわないといけないみたいな感じになっちゃうんですけど、ホーローは匂いがつきにくくて、あの酸にも強いので、あのこういうですね、ホーロー製のものにキムチ入れたりとかすると匂いもつかないし、ずっと使えるっていうやつです。はい、はい、そして、風味とか質も落ちにくいですよね。あとはできることとしては、はい、直火 OK。 ああ。オーブンも OK。 ああ、確かに。なんですよ。なので、このまま、はい、ガスコンロとかに、ね、かけれたりとかも。え、蓋は？あ、蓋は外さなきゃダメなんですけど、できるんですよね。なるほどね。はい。で、その熱をこのまま加えることもできるし、はい、このまま冷蔵とか冷凍もできます。おなので、これはすごく楽ですね。いちいちこうお鍋に移して温めるとかしなくていいので、はい、はい、そしてですね、できないこと、はい、次できないことですね、はい、は電子レンジは使えません。あー、そっかそっか、なるほど。なんかこの性質上電子レンジは使えないんですけど、はい、基本的にそれぐらいですかね。あとは落としたりとかすると表面ガラスなので、はい、結構こうひび入ってたりとかするので、衝撃的には弱いんですけど、汚れもつきにくいので、あのずっと綺麗に大事にすれば綺麗なままで長年使えるっていうのがいいところですね。なるほどなるほど。はい、まずこっちのこの四角いタイプが大きさ3種類あります。で、梅干し入れたいな。いいですね、これちょうどいい、うん、で、この一番下のやつとかだとちょっと大きめなので、はい、私の顔より、あ、本当だ、大きいのでグラタン作ったり、はい、あー、オーブン OK だから、うん、あー、このまま作ってオーブンにこのまま入れたり、蓋は外してくださいね。はい、はい、はい、もできるし、はいはい、あとは
この中間とかだと、うん、なんだろう、本当にキムチ、ぬか漬け、ピクルスとかもいけるし、ちょっとお弁当箱ぐらいですか、それ。そうですね、うん、あの実際に保温とか保冷性にもすごく優れてるので、はい、あのあと傷みにくいっていうのもあるので、はい、お弁当箱として使ってる方もいっぱいいます、ね、なるほど、はい。結構こっちはあの実用的な感じです。あとはこういうお鍋あります。ミルクパンですね。そうですね。可愛い。可愛い。あるだけでめっちゃ可愛いですね。で、私がすごくいいと思ったのがこっちの2種類。なんででしょう。で、この下のやつ。これがお味噌を入れれる。あのスーパーとかで売ってる普通のお味噌、あの容器のまんまこれにカパッと入るんですよ、うんうんうん、でそのまま使えるっていう、これめっちゃいいですよね。なんかメーカーさんがあれですか、わかりやすくポップ貼ってくれてる。そうですそうです、ありがたい、はい、売る方としてはありがたい。そうですねなんか市販のあのなんていうんですか、プラスチックケースに入ってるお味噌だと、はい、あのまま冷蔵庫とかに入れとくと結構、はい、なんていうんですか、こう乾燥してきたりとか、あ、ずーっとずーっと入れといたりとかすると、ちょっと大丈夫かなこれっていうのがあったりするんですけど、冷蔵庫にお味噌入ってるの？私冷蔵庫に入れます。お味噌入ってる？入ってます、うん。ダメです。いやいやいや、料理する、料理しますよ。あ、そうです、はい、いや、なるほどね。こうお味噌を入れる容器、はい、これすごいいいなと思いました。で次こっちなんですけど、お味噌とちょっと似てるんですけど、はいはいはい、これが丸いんですね。お味噌用はこう四角、はい、でこっちの丸いやつなんですけど、はい、これあのお出汁とかを取って、はい、その出汁をそのまんま冷凍庫に入れて、はい、で使う時にこれごと温めて使うとかもできるんで、はい、出汁取るんですか？取りますよ何を食べてると思ってる？いやいやいや、すみません何でもないです。でこの冷蔵もできるっていうのがすごいいいなと思って、はい、なのでこう1個持っとくと何でも本当に入れれるし、はい、何でも使えるっていうのが、なんかやっぱりお客様がホーロー欲しいなって思ってる方が多かったっていうのがすごい納得しました、はい、なるほど、うん。なのでちょっと保存容器とか、はい、いろいろこう悩んでる人、キッチンでこうキッチンツール悩んでる方はまず絶対ホーロー、うん、ちょっと高いイメージあるけどな。あ、そうですね、うん、気になるお値段なんですけど、うんうんうん、こっちのちっちゃいやつ、はい、これで税込み1375円。やっぱしな。でも、はい、いろいろ使いますから。そうですね、はい、長持ちするし。そうです、うん、でこっちの真ん中のやつ、はい、これが1760円。あ、意外とお得感が出てきたよ。でこの一番下、はい、大きいやつが1980円。あ、2000円しない。おお、なんかいいですよね。いいです、いいです、うん、でこっちのこれですね、はい、こちらがミルクパンが2750円ですね、税込みです。この上のやつ、はい、何、これが1980円。あ、はいはいはい。でこのお味噌入れるやつ、はいはいはい、これが2750円。あ、なるほど、そっち行くとミルクパンと一緒なんだね。そうですね、こことここが一緒で、そしたらその丸いのがなんかすごくお得な感じするね。そうですね、これ、うん、実際売れてるのは、実際売れてるのはこっちですね。なんかやっぱ何でも入れれるおかずとか、うん、こう作ってこのまま出せるし、余ってもこのまま蓋して冷蔵庫入れれるし、はいはいはい、そこが深すぎないのもいろいろ使い勝手がいいのかな。そうですね、うん、と思います。なるほど、はい。
てやっぱりこう見た目もおしゃれ、可愛いですね。可愛いね、うん、ということで今日はですね、はい、放浪の魅力について語ってみました。なるほど、皆さんよろしくお願いします。